ニュージーランドハンターウェイとは、ニュージーランド原産の牧羊犬種である。単に、ハンターウェイと呼ばれることもある。1900年代頃に作出された。牧羊犬として優れた犬種を作り出すため、ボーダーコリー、ジャーマン、シェパードドッグなどの牧羊犬種や、安定した機質を取り入れるための、ラブラドールレトリーバーなどを掛け合わせて作られた。刺激は主に、 ニュージーランドヘディングドッグとタックを組んで行われる。羊を一箇所にまとめてからその背後に回り込み、大声で吠えたり方向を変えさせたりして、羊を追い立てる方法で行われる。この時後方で吠え立てる方の役割を果たすのが、ハンタウェイで、羊の前方で睨みを聞かせて、羊の方向を変えるのが、ヘディングドッグの役割である。ニュージーランドでは死役犬としても、 ペットとしても非常に人気のある犬種ではあるが、能力の質を保つため FC への購入申請を行っていない。世界的にはまだあまり知られていない方の犬種ではあるが、日本でも実用犬ペット、ドッグスポーツ用として飼育されている。ただし FC およびジャパンケネルクラブに公認されていない犬種であるため、国内登録等数順位等はカウントされていない。引き締まった。 筋肉質の体つきをしている。半垂れ耳太いタレオで、コートは、艶がある、スムースコートと、それよりも少し長いショートコートの2タイプがある。毛色は、ブラックタンや様々な割合のトライカラー。体高50.8から60.9センチメートル、体重18から29.5キログラムの大型犬。 性格は恩和で人懐っこく、仕事をすることが大好きである。身体能力が高く走り回ることも大好きで、運動量はとてつもなく多いため狭いスペースでの飼育は不可能である。しかし、運動量さえ消化できれば、ペットとして飼うことも難しくはない。しつけの飲み込みもとても早く、吠え声は大きいがしつけによってカバーすることも可能である。 子供や他の犬に対しても有効的で幼児に対しても寛容である。遺伝的にかかりやすい病気はないが、運動のしすぎによる関節疾患に注意する必要がある。ありがとうございます。